和ですね。キャラー、ものすごい和の控え室です。はい、ここでのんびりお茶でもしたら良いでしょうか。よし、今からマジックショーの準備をします。はい、テーブルの完成です。そして私のステバ、じゃらん、ワン、ツー、ビーン、テレーン、ノ、持っていきます。コーラは飲むのではなくてネタです。リハーサルに行ってきます。リハーサルが終わりました。そして今から楽屋に戻ります。マジックの仕込みとかも終わって、ほぼ準備が終わったので、あとは着替えるだけですね。はい、まだ私服のままでいたいと思います。ギリギリに着替えます。ただ今日ね、早まるっぽいので、ちょっと余裕持って着替えます。はい、格屋でのんびりタイムです。チェリーカジノ、今日の本番は7時45分ぐらいからで、ただね、7時半ぐらいにちょっと早まりそうなので、今日は早めに準備をしたいと思います。で、今ね7時だから、あと30分40分後ぐらいですね。私は今日都内でマジックショーなんですけど、神奈川からも依頼来てて、でそちらはね、ちょうど時間帯かぶってたので、他のマジシャンの方に行ってもらってます。でここの現場も神奈川の現場 もうかなりね、呼んでもらって、長年お世話になってるところなのでね、ほんと長年応援してもらえてるのは嬉しいですね。でね、本当はね、神奈川の方の現場もずっと呼んでもらえてるところだったので行きたかったんですけど、まあちょっとこっちの方がね、早めにちょっと問い合わせが来ていたので、こちらが優先になりました。まあまたね、呼んでもらえるように頑張りたいなと思うんですけれども、いろんなエンタメがある中でこうマジックショーを選んでくれるっていうのはすごい嬉しいことですよね。今日もね、楽しんでもらえるように頑張りたいなと思います。私のマジック初めて見る人もいるのかな。今日はね、ちょっと行ってみないと分かんないんですけど、今日はね20分ぐらいのショーなので、多分あっという間に終わっちゃうと思います。立食のパーティーで40名様ぐらいかな。準備ができました。あとはマジックするだけですね。いつも通りステージ上でネタは決めます。何やるかな。こう長年お世話になってる皆さんなので、盛り上がると思います。なんて、はい、楽しみです。ちなみにこんな高いヒール履いてます。十何センチかね、あるね。はい、でも楽なんですよ、この靴も慣れちゃったから。ピロンピロンピロン、はい、行ってきます。はい、マジックショーの本番も無事に終わりました。半分ぐらいのお客さんが初めましてだったんですけども、マジック楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。かなり賑やかだったので、声がちょっと枯れてます。はい、ではまた頑張ります。